どうも、ケンシンです。今回はね、フォースティックの使い方を一つ紹介したいと思います。これを本当にできてない人がいて、正直、野良でできてる方はほとんど見たことがないです。相当何回もやって、数回ですね。では、紹介していきたいと思います。ガスオジといえば、パッシブ、ノックスビジョン、ガストラップ、ガスグレネードとあるんですけど、こちらのガストラップですね。これをね、うまく使えてない方が多いんですね。どういうことかやっていくと、建物を固めるときに、こうやって端っこに置いといたりとか、建物のドアがある時とかに、ドアの前にこう設置してね、こさせないようにするとか、こういったことができる人は多いんですよ。で、何ができてないのというと、みんなね、戦闘中にね使えないんですよ。戦闘中に、本当に戦闘中に使わない。やっぱ撃つのに集中しちゃってる方が多いね。じゃなくて、ガス掃除のやばいところはとりあえず置きまくる。溜まったらもう置く、溜まったら置く。ぜひこれやってください。マジでアビリティを置いてこないガス掃除なんて、もうただのちっこいおっさんが鉄壁持って走ってるみたいな感じなんで、溜まったら置くみたいな。溜まったら置く。壊されてもいいから置く。敵の前の前でいいよね。敵の前の前でもいいよ。こうやってなんならこれだけで相手壊さないといけないから、ガストラップ敵の目の前に置いて撃ち合うじゃないですか。そうすると相手はもしかしたら俺を撃ってくるんですよ。そしたらガスは起動しちゃうんですよ、とかね。逆に敵がガストラップを破壊しようとしたら俺がドフリーになるんで撃てます。とりあえず置いてください。なんなら撃ち合う前に自分のこのね目の前に置いとくとかもありですね。で、起動させて戦うとか何でもできますね。戦闘中にぜひ使ってください。マジで使ってない人が多いです。いないな、本当に。もう大丈夫かみたいな、お前ガス落ちだよなみたいな人結構多いですね。もしね、戦闘中に使えてる方、ガチで 1% おめでとうございます。そんなレベルでガス落ちを使ってる人はガスをたかないです。どんどん使ってください。打ち合ってる最中とかでもいいから、こうインファイトでやってる間にこう置くのはちょっとバケモンだけど、さすがにそういうことじゃなくって、こうやってる時とかはもうこうやってやって、まあ、こうとかでもいいよな。まあちょっと位置ひどいけど、まあ、こんな感じでぜひ使いまくってください。はい、ということで今回紹介したのはフォースティックの使い方ですね。ガストラップね、戦闘中に使えてる方があんまりいないと。逆にガストラップを戦闘中、打ち合ってる最中とかで使ってる人はめちゃくちゃ強いイメージがあります。ぜひ失敗してもいいんでね、お試しください。まあ、失敗は成功のもとっていうんで、どんどん失敗して、あ、ガス缶ここら辺投げれば敵がね発動させづらいんだなとかね、投げまくってください。もう投げまくんないと分かんないんで、ぜひぜひ使ってください。はい、ということで見てくれた方ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知をオンにしていただけると嬉しいです。ツイッチでね、生配信もしていますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。お疲れ様です。じゃ、またねー。